ボニー・マクソンはアメリカ合衆国の元プロレスラーでレインまたはベートンバンクのリングネームで知られた。地元の SDW でプロレスデビュー。その後は中西部を拠点にレインのリングネームでイワミッドサウス、CZW、NWA ミッドウェスト、ロー、シマー、ウーを転戦。2005年11月6日、シマーデビューはアリエルに敗れる。 2006年2月12日のボリューム3でニッキーロックスを破り、シマー初勝利。2007年7月1日、シマー王座決定トーナメントに出場するが、1回戦でニッキーロックスに破れる。ザ・フォロー l l o w i n g Day on 13ザ・ミネソタホームレッキンクルーサフォードイッツファーストロスイン A マッチアゲンストデルレイロックス10月13日、レーシージェッタと ザインターナショナルホームレッキンクルーを結成。2007年10月18日、ティネの番組、インパクトに登場。リングネームをベートンバンクスとする。ロックダウンにて、ボビー・ルードとのミックスタックで、ブッカー・ティー、シャーメルと対戦もシャーメルにホールされる。2008年10月19日、シマーボリューム21にてジェッタと共に、シマータック王座決定トーナメントに出場も敗退。 2009年1月、WSU デビュー。J カップで決勝まで進むが、エンジェル・オルシニに敗れる。2011年5月、ワールド女子プロレスディアナに初来日。15日の、川崎市体育館大会にて、勇気彩りと対戦するが敗れる2011年9月、サッシー・ステファニーを破り WSU スピリット王座、獲得。2012年7月20日、 新団体社員レスリングに参戦し、ニッキーロックスに勝利。2013年2月22日、初代社員王座獲得。2014年1月24日、社員王座陥落。これを最後に引退。ありがとうございます。